新日本のあげポッドキャスト、はい、どうも皆様こんにちは。新日本あげポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャマルコでございます。待たれてましたね。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫、もっと新日本のあげという落語会を不定期で内幸い町でやってたりやってなかったりしておりますけれども、それは宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、不定期でやってたりやってなかったりってやったの1回だけでしょ。不定期でやってたりやってなかったりって、そもそもやってたりやってなかったりっていう、2年で1回とかじゃないこれペース的にたまたま内幸い町で1回だけやったっていう。次回北海道でやるかもしれないというですね、この落語会の宣伝のためにやっております、このポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイシャマルコ、そして立川こしらです。はい、ワンサーワンサーちゃんと喋ってね。マスクのせいだから、これマスクのせいだから、マスクさえなければね、聞こえてるじゃん、聞こえてるよ。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。いや、ようやく、緊急事態宣言が、解除されたというね、やったね、めでたいニュースでございますけれども、で、まあ、東京都の方もね、なんかどんどん早く再開していこうというので、なんかステップ4ぐらいもあるんですか、その解除していく、なんかよく知らないのによく振ったね。そうそう、で、もう、6月、1日からは、なんかステップ2と言って、劇場も、100人以下、までならいいんじゃないかと、そういう感じで。本当ですか？100人以下ならいいんですか？キャパ100の時は100人でいいんですか？あと 50%、 劇場のキャパの 50%。 あ、そうなんだね、はい、じゃあ10人のところは5人なんだね。10人のキャパ10のところは5ってことで、そんな小屋あります。あるあるある。こしらの集いとかそうなんですよ。やめなさいよ広瀬さん、いい加減にしなさいよ。つとか、つは入んのよ。浜松よ、浜松か、浜松よ。キャパ120のところに5とかだじゃあ大丈夫だ。再開しても何の問題もない。絶対大丈夫だと思う。いやだからね、その6月15日に、はい、キャパ300の渋谷のプレジャープレジャーってところで完売になっていた春風亭一之助独演会ね。そういうのよ。だからこれダメなのよ、うん、だから中止です。で、延期にしようと思ったんだけど、一之助さんが何しろ忙しすぎて、うん、スケジュールが取れなくて、あ、だから完売だからこそ中止になっちゃった。そう、うちすげえ余裕あるから全然ね。だからこれこしらさんにしとけばよかったと思って。おいそれはそうですよ広瀬さん、こしらにしとけばよかったのよ。したら70人ぐらいだったのかちょうど半分ぐらいやったかもしれないですよ。3分の1ぐらいね、3分の1、4分の1ぐらい全然。なんかどんどん俺傷つかないように頑張ってる今。俺自身が自分で気持ちを持ち上げてる。以前こしらさんでもやらせていただいて、そうです、ありがとうございます。本当にあの時はもう密にならなくてよかった。おい振り返っても傷つけるこの人は。いやでもね、あれですよ、再開っていう本当に、じゃあ 50% でやった場合どうなのかっていう、どう思います？やれると思います？ 50% ってことはなんか最大200のキャパまでってことですよね。100人まで集めていいってことなの？100人、だから最大100人、300でも100人までだし、200のやでも、50% でって、ね、今結構6月のチケットってもう売っちゃってるじゃないですか。7月もね、7月って多分100超えるのいっぱい売ってますよね。そうですね、僕もチケット持ってるし、あ、でも7月にはもっと解除されていくんじゃないですかね。もっと解除っつっても、例えば読売ホールでね、あるやつとか、そうだわ、そういうのを席を一つずつ開けたりして売ってるみたいだけど、それでも完全にね、500ぐらいいっちゃうんでしょ、あれは。だってそれは7月はなんか5000までいいみたいな。5000なってませんでした？いや、それは今のまんま落ち着いていけばっていう前提でしょ、はい、2週間ごとに、状況を見て、でしょ、またぶり返してしまったらまた戻っちゃったりするわけじゃん、はい、なんかね、先日ニュースでね、また北九州で
感染者が増えた。びっくりした。成人式の問題の話なのかと思ったら違ったんですね。感染者ね。なんでこの時期に成人式が。成人式？荒れた成人式の話か。九州といえばって。名物みたいなもの。そうなの。沖縄じゃないの？沖縄だと思います。沖縄でしょ。茨城とか。いや北中九州すごいですよ。うん、力の入れ方が違いますもん。やっぱね。小倉なんだね。ね、ね、やばいよね。グリコとかいるしね。で、あ、なんか荒れてる荒れてるとか言うでしょ。うん、でも違うんですって。うん、あの荒れてた人に聞いたら、うん、あの成人式の日に目立ちたいために、うん、それまでめちゃくちゃ頑張ってバイトするらしい。うん、それすごい金かかるんだってね、あれね。すごい真面目な子たちがあの日一日はっちゃけるらしいですよ。あ何でバイトすんのよ。何ってだから新聞配達だろ。真面目すぎんだろ。じゃねえかそれ。そうだよ。はい、すげえな。北九州、菊丸さんが北九州でした、ね。そうですね。ああ、じゃあ聞けばわかるね。だからあれほら、陳宝県ってさ、はい、あれあの文太くんがやってるし今。はい。北九州つながりなんだね。ああ、そういうことなんですか。そう。まあ陳宝県っていうのは菊丸兄さんが作った新作落語、金明地区みたいなね。言い立てが全部。あの博多弁の方、ああなるほどね。それは面白いもん。めちゃめちゃ面白いですよね。そう、というね。博多とか九州の出身の方は本当多いけど、うん、面白いことに東京と大阪にこう散るんですよね。博多出身で上方に落語。なるほどね。面白いですよね。ああそっか。北海道の人はみんな基本東京来ちゃうもんね。基本的にはそうじゃない。うん。大阪行くってものないもんね。そう、博多は行く人いるんですよ。ああ。面白いですね。だから大学とかで、あの都会とかまあその大学に出るときに大阪関西圏っていう人も結構たくさんいる。視野に入るわけだね。うん、あ、なんか文化的に面白いです。愛知出身ですけど、うん、愛知出身で上方で落語をやるってもう本当ハードル高いですよ。あ、でも距離的にはさ、そんな大阪の方が近いでしょ。だってもちゃくちゃ近いね。大阪近いにもかかわらずやっぱ東京は、ね、いや全然東京の方がやっぱり言葉言葉的に厳しいですよ ね、上方はとにかく言葉に厳しいですからね。ミヤミヤ言ってたら許されないもんね。ミヤミヤ言うのはどこでも許されないし。許されたわ。つうかミヤミヤ言ったことねえじゃねえか。いや結構ミヤミヤうるさいよ。言うとらんがな。言ってる言ってる。言っとらせんに。言ってる言ってる。何言っとるだ。ミヤミヤ言ってるのは炎上師匠ぐらいですか。実際ミヤミヤ言うんですか、名古屋の人。いや名古屋はね、ミヤって言ってますよ。ドエリアとか言いますか、ね。名古屋はね、あの言葉が聞き取れないですよ、はっきり言って。俺ら三河なんですけど、うん、あの名古屋って、まあ尾張と名古屋で全然地域が違うんですよ。三河はもう、うん、静岡だから。それこそあの兄さんの5人しか来ない会がある浜松、うん、その兄さんがの会に5人しか来ない浜松とほとんど近い。5人も来てくれる。そう、220のカッパに5人しか来ない。5人も来てくれる。その浜松と抵抗してる、抵抗。同じ名古屋ですよ、僕は。もっと頑張る俺。同じ。でもね、名古屋の言葉はね、スピードが速すぎて分かんないわけ。はあ。ものすごく喋るんですよ。うん、そうだね。そうそう、で、東北の言葉とかさ、青森の言葉とかさ、言語分かんないじゃん。うん、分かんない。あれは遅くても分かんないんですよ。尾張、うん、はめちゃくちゃ喋るから分かんない。あ、すごい量なんですよ、喋ってる量が。そうだね、早口だね。そうで、ミャーとかが入ってくるから、うん、あれ猫がいたかな、ね、気になっちゃうもんね。いっぱい喋ってるから分かんない。そうそう、数が多いんですよ。吉祥君のゾーンに入った番頭みたいな。あ、そうかもしれない。ね、そんな感じかも。とにかくこう喋る言語だから、あの博多のその陳宝県は博多弁でこうね、分かんない、僕ら聞いても分かんないのがちょうどいいラインなんですよね。なるほど、非常にちょうどいい。一生懸命聞けば分かりそうだしみたいな、そのラインね。聞こえてはいるんだけど、やっぱ単語だけが、センテンスだけがみたいな。あ、そうだ、あの九州のいろんなあの名物みたいの入れてるから面白いですね。うん、それは名作ですよ。面白いですよ。ここ一番の時は菊丸兄さん必ず陳宝県出してきますからね。だって陳宝県がもう面白いもんね。くだらないよと思いますもんね。面白いです。まあ、かしめくんの金明地区面白いですよね。
カシメ。ああ、うちの弟子ですよ。お宅の弟子だよ。そう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 。うちの弟子の金明地区。金明地区面白いよね。ああ、よかったよかった。あの前にだからその国立で聞かれた時に、うん、あのね、なんかおすすめの演目ありますかっていきなり古寸志って人はどうなんだかなと思って。うん、あ金明地区って言えばよかった。ああ、金明地区いいよね。まあ発想のね。発想はね。発想ですよね。いや、いろいろね、まあ、テクニック的にはどうかなっていうところあったりするんですけど、やっぱ発想ですよね。いや何突っ込めよ突っ込めよ、今のテクニック的なっていうところ聞いたことないんで。いや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 、あのいや小白さんもほらおめえが言うなよ。いやありがとう、遅いけど お上手になられたからもう、ね、上手になられたなかなかこれ結構バカにしてる言い方ですよね。いやいや広瀬さん得意なやつですよね。いやいやそんなことない。でも俺頑張る今日はすごいポジティブですね。今日ともポジティブだよ。マルコさん、ここ一番何かけんですか。ここ一番ですか、うん、東北の宿ですか。えあれじゃないの、えあの糖質制限、糖質制限、発電時、ああそうですね、糖質制限が多いですかね。マルコさんの堀の内面白かったね。ありがとうございます。あこの間配信見ていただきました。見ましたよ、あの配信の時ね、あのマルコさんの配信のね独演会、はいはい、あのうるさかった、最初の一席目が明けあれ、高校とそう高校となんで前に出てくんの高校と高校となんか浜さんもねうるさかったってマルコの聞いたって言ったらうるさかったってあの女もっとあんだろうよ体調が悪いからしょうがないいやそういう問題じゃないよ、優しさがないよ高校と高校とだからあの途中にミーマちゃんが出てきて本当によかったあでもそこはマイクのとの位置関係で、うん、ねえ、いや高校とはね、うん、聞いたことないでしょ。ないないない、うるさいうるさいんだ基本的に本当に申し訳ない。でも多分広瀬さんも感じて幅さんも感じたってことは、それがお客さんが目の前にいたらうるさいなって空気になってるはずなんですよ会場がでどんなに鈍いこの豚でも気がつくんだよ。鈍い豚って言うのよ鈍い鈍豚だね。鈍豚うまいこと言ってない。うまくないよ。水豚、水豚じゃなかったっけ。水豚池豚でしょ。言わせんなよ。水豚ってなんか水太りした豚みたいな。池豚だ。水死体の豚じゃねえかこれ。池豚だ。池豚だわってなんか納得いったみたいな。何それ。もうだからやっぱ会場にいるとさ、お客さんのリアクション、無言のリアクションみたいな受け取れるから、ええ、抑えたりもするじゃん。え、そうだ、会場でうるさいと、うん、あの PA の人が音量下げてくれるんですよマイクの、ね、いやごめん今その話はしてないんだそ, うその話するんだったら配信でもできちゃうから。そういうことじゃん、うん、わかる、まるちゃん、はい、なんですか。あのさ、お客さんがいるかいないかの話に今持ってこうとしてたのに、うん、なるほど配信でね。なるほどじゃねえよバカにするんじゃねえ。バカにしてないよ、バカにしてないよ。お前5人しか来なくなってバカにしてんだろ。もう自分で追い込まないでいいから。いやもうね、あの先日ですね、代官山であの三遊亭白鳥師匠の豆まいて、晴れたら空に豆まいてのね、うん、メルヘンもう半分をやって、はい、でまあ場内暗くして、まあ、無観客なんでいろいろ照明とか使ってね、うん、やったんですけど、すごい良かったんですよこれが、うん、で無観客でだからこその集中度が出たっていうのを白鳥さん言ってたのね、うん、結構だからあのメルヘンもう半分っていう話をね、まあ、ご存知かどうかあれですけど、はい、結構最後泣ける部分があるわけ、うん、でそういうのって普通にやっちゃうと客の前だとむしろ笑いを取っちゃおうとするんで、うん、なんかあの泣かせにかかせるかかった自分みたいのが照れちゃって、あそこまでこわっいけなかったって後でトークで言ってた。うーん、だからそのこれはだからあの泣かせにかかると俺は京太郎か三京かみたいに思っちゃうんだけどそこで笑いを取りに来ちゃうわけですね。でそれをね、あのだからで場内も暗かったし、うん、だからその普段は暗くする人ってまあ僕限られてるじゃないですか、はいはいはい、で限られてるけど多分暗くする人は泣かせたい人だったりチクチクやるね今日はね。いやね、まあ、いろんな人がいるわけですよね。いろんな人いますけどね、うん、だからただね、やっぱりいろんな人が今配信で落語やってるじゃないですか、はい、お客さんいないとやりにくいって感じてる人がいるようなんですけど、うん、どうなんだろう、どっちなんでしょう。僕は断然やりにくいです。やりにくい、はい、100% やりにくいです。マルコさんやりにくいですね。あのこの間5月3日の配信の時はそれでもスタッフがいたんで、はいはい、スタッフの方がこっちが笑ってほしいポイントで笑ってくれるんで、ね、1人でも2人でもそれはあのお客さんの反応として分かるんですよね。これがもう全くゼロだったらもう
ちょっとペース作れないですね。スタッフがいても笑わなかったら？スタッフいても笑わない時あるんですよ。あのね、ここで笑ってほしいっていうポイントをね、ボッと投げかけるのに、うん、あのちょっと隣でね、こそこそ話とかして、おい、聞いてねえのか、そもそもみたいなね。スタッフだからしょうがないから、ね。うん、まあ大事な機材のなんか打ち合わせしてんのかもしれないけど、うん、だからそこで笑い声が来ないとちょっと心が折れかかりますね。やりにくいですか？やりにくい。いや、僕この間見てて、例えば糖質制限発電人とか、はい、あとあの堀之内とかね、はい、あのもう押しまくるネタは、はい、客いなくてももうバッチリだなと思って、あ、まあ、高校とは客がいたら多分うるさい結果ね、うるさいになると思うけど。であのお客様の意見としてね、うん、配信どうですかって聞いたんですよ、うん、そしたらその、ま、やっぱ無観客でここで笑ってほしいポイントで笑いが来ないから、話し家が笑い待ちをせずにそのまま行くから、はいはいはい、だから置いてかれるっていうんですよね。あ、ここでちょっと笑って、で話し家さんに待ってもらいたい、次のセリフ言わないで、だからそこでその一体感が、ちょっと俺は生まれないんだよねって、早く生のが見たいんだよねみたいな、お客さん、お客さんがそういう風に言ってました。でもひねくれたお客さんでしょ、そのお客さん。いやいや、なことない。僕ね、あのそれあの演者さんにもよると思うんですけど、見る側としてね、僕も毎日アーカイブも入れると2つずつぐらい見てる。もう一番ネットに載ってる人だよ、この人は。で、あのこの間代官山のトークでも言ったんだけど、はっきり言って力量がはっきり出ちゃう、うん、あのまあ小糸なんだけど、割とあの2つ目でも結構人気が出たりっていうブームがちょっと前まであったじゃないですか、うん、はい、渋谷楽とか出たりするとね、そういうところでそれなりのお客さんがついてたりとか、それがね、あ、やっぱ2つ目だなっていう感じがすごくしちゃう。誰がっていうことじゃないけどね、うん、まあ、そこは言わせないですよ、あの要するにこっちも、うん、あの要するにそのやっぱり経験の差っていうのがある、うん、上手い下手っていうよりも、あのテクニックがどうとかじゃなくて、やっぱり経験が、年数がものを言うんだなっていうのが見てると分かっちゃう。だから、うん、本当に寿司屋に1週間じゃなれねえよってことですよね。おお、いいこと言いますね。やった、さすが。いや、小白さんってね、天才だなって思って。やめてくださいよ。本当ね、この間その小白の集いをね、あの配信でやったわけですよ、うん、その時ね、小白さんはね、また落語史上初めての手法を、もしくは立川志らく以来の。あのね、前にね、吉祥君が2人で落語リレーやった時に、うん、小白さんのすごいとこって言って、落語史上なかったパターンの語りっていうのをやるって、要するにモノローグで、モノローグで進めていく人っていないよねっていう。でもね、あの1人だけ志らくさんがね、1人芝居みたいので、1人舞台みたいので割とやってるのがちょっと近い、はいはいはい、で今回もあの時そばをやったんだけどね、すごい面白かったんだけど、これがね、あの一人語りなんですよ。へー、時そばの客をやらない、はい、客をやらない、客しかやらない、あ、そうか、客しかやらない、客、はい、そう、店をやらない、はい、へー、店の側をやらない、客だけ。おお、それは新しいですね。店の側は画面の向こう側なのよ。ほうほうほう。だから上下とか一切振らない、いらない、うん、画面の向こうにその店主がいるから、はい、画面に向かって、でも見てる人たちに向かってるわけよ、客がずっと。それでね、これ菊之丞さんとか文蔵さんとかと話した時にね、言ってたのは、配信だと正面のカメラに向かって枕を言わなきゃいけないのがすごくやっぱり慣れないと、うん、正面向かって枕を振るのは男子師匠と雲助師匠しかいない。でもそれがだから必要なんだなと、上下をそこで振られちゃうと見てる方が不自然なんだなっていうのがあってっていう話をしてたんだけど、そこをもうだから完全にクリアしてるわけ、あの演技の中でも小白さんのって。うん、またね、時そばという話はそういうのにすごく向いてるので。うん、でいや、一人物を一人にするにはどの話がいいかなっていうのは一通りこう眺めては見たんですけれども、うん、いや、きっかけが、2つ目の時にちょっと映画関係の人と一緒に仕事してたんですよ。でそのこの打ち上げでなんか落語やってよって言われて、
なてめえふざけんなと思ったけど本当だよね まあ、まあいいわと思ってそれキャバクラとか言ってね落語とかやってよそう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 まあちょっと可愛いスタッフもいたからさやっていいかなと思って怖いなすぐ転んじゃ う, そうでやった時にそこの、映画の監督してた人が、うん、いや落語って面白いねってそういうカット割りするんだっていうふうに言われてその落語をカット割りで考えた時に、うん時そばってほぼ客なんですよ、ずっと。で、店主ってポイントポイントしか出てこないから差し込むぐらいの絵しかないんですよね。だから、あ、そうか、そう考えたら確かにそうだなっていうのはずっと頭に残ってたんですよ。だから、このバランスを変えてみることによってもっと時そば面白くなるかもなっていうのはずっと引っかかってはいたんです。で、今回こういうことになったからめちゃめちゃ面白かった。だからそうなんです。すっごい面白かったの。もう、あ、こういう風にやると時そばってそれこそ東京の時そばって、うん、この方が絶対面白いなと思った、やべえスタンダード作っちゃったでその時に終わった後かしめくんにも言ったんだけど、でこれ、あ、時うどんと決定的な違いここなんだなと思った。時うどんって2人目の客に対して2番目に来る1人で来た人に対するリアクションがないと成立しないでしょ。で、ね、何が見えてるんですかみたいなやつ、はいはいはい、何をやってるんですかあなたっていううどん屋さん側のね、そう、うん、あ、なるほどなっていうのを思ったりして、はい、非常に勉強になりました。それはちょっと実験的にやってましたけど、いや、さっきのね、その広瀬さんが言ったその力量が出ちゃうっていうのが、はい、一之助 と、うん、そのネットでちょっと話した時に、はい、あいつがチラッと言ったんですよ、うん、チラッとね、うんうんうん、いやだってお客さんの声聞こえるじゃんっていうふうに、ん、笑い声が、うんうん、でちょシャレ混じりでは言ってたんだけれども、多分あれだけ場数をこなしてれば、うん、自分の話のこのタイミングではこれぐらいの長さの笑い来るだろう。そうそうそう、それ白鳥さんも言ってたで、うん、分かりますよ、うん、だからあんたみたいに走らないのよみんな分かってるからそこはマルちゃんはそこは分かんないからだから不安になっちゃうわけじゃん。いやでも堀之内面白かった。なんでフォローするんですかこいつには。俺のは5人5人ってあんな言うくせに。いやまあ客はね客は来なくても天才だからよかった天才で。マルコさんは客も来ないしね。いやいやいや、そんなこと言わないでください。客も来ないし天才でもないっていうことでしょ。普通の人でも太ってるから。でも太ってるからいや、どんどんさ、なんか水に沈めていく感覚なんでしょう。堀之内面白かった本当に。ありがとうございます。あれは名作ですよね。あのすごいんですよこの人の、堀之内どっからそんな発想が生まれるんだっていう、あのお茶漬けが食べれないというそこちさお茶漬けを、お茶漬けをお茶かける前に食べようとしちゃうの。お茶が食べられ、お茶漬け食べられない。お茶漬けが毎日お茶漬け食べたいのに食べれないっていう、うん、箸でお茶漬けを食べるという行為ができない男。いやそれは見ないと分かんないね。それだけ聞くとね、絶対聞いてほしい、うん、あれ割と最近ネタ下ろししたんでしょ。あれはそうですね、緊急事態宣言の直前の、回でネタ下ろししたやつですね。いやあれはすごいな。だっていや僕ね、あのまるちゃんはね天才だと思ってますよ、うん、だってあのちはやふるの、うん、なんだっけ野球チーム名キッカーズ、あ、サッカーチーム名、サッカーチームですね。神尾もキッカーズを神尾もキッカーズ、キッカーズでサッカーのそのねチーム名にしたっていうところで、俺こいつは本当の天才だわって思ったの。褒めすぎ褒めすぎ。俺でそこだけででも思ったの。それ以外は本当クズだとしか思ってない。おいおいおい。お前の親も含めてクズだと。親のこと言うな。ひどいな。親のこと言うな。おい。俺の親の何知ってんの。知らねえだろ。そうですよ。会社2回潰してんの。じゃあダメじゃん。そうだから僕は まるちゃんは天才だと思ってますよ。うん、いやいやもうね、ちはやふる。うん、ありがとうございます。いやいいですよ。え、満喫師匠は無観客で落語やってんですか。いや一回だけやりましたね。どうでした。いやもうまああのスタッフがその時はいたんで。ああじゃあそれがお客さん代わりで。うん、そうですね。あれだけね、ずっと躊躇してたじゃないですか満喫師匠、うん、いやーうん。一月前ね配信うーんとかってで実際やられたわけですよね。いや配信じゃないです、それはテレビの収録が、あのお客さんはなし。ちょっと上から言ってる、うん、お前ら配信だけど俺テレビだからさみたいな。あでも俺ネットの方が全然上だと思ってるから配信むしろむしろ、いやまあそのだ違いが別にないということなのか分かんないけど、あでもお客さんいないのが起きなかった。
お客さんがいないテレビでやった。そう、テレビの収録ですね。それこの間だからどうなったか言ってたけど、やっぱり我々の大先輩は以前そのテレビとかで無観客の収録っていうのはよくあった。あの男子師匠が客を返しちゃってやったってなったけどね確か多分 NHK の撤回かな。あ、 NHK の笑い屋さんがいて、邪魔だから客出せと言って無観客でやって、あの収録したってなったけど、でも結構あったみたいですね、録音とかは無観客で。だって音楽なんかそうじゃないですか。まあ、音楽はね、だから本当レコーディングスタジオで撮っちゃうじゃないですか。それも本当にそうなんで、それもそれが前提だから、あの、なんていうの、あの、音楽はまたちょっとね、レコーディングして残すというのを一つの目的にしている部分がもともとあるから、あの、随分昔から、はい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 、それとあの人前でやるっていうのとの分離が、あの、かなりできてる。ライブはライブ、レコードはレコード、はいはいはい。なるほどね。じゃあテレビの場合はそのレコードよりにやればいいってことになっちゃうんですね。まあ、そういうことなんですよね。だから僕ね、この間その配信で言うと、あのカロクさんがね、あの中村中澤だったんですけど、うん、やっぱねテレビ慣れてるしてるなと思った。ああ、うん、なるほど。テレビとしてやってるの。そうそう、だからすごく分かりやすいし親しみやすいの。ああ、やっぱそういうことかとも思った。うん、ですね。満喫さん、どうでした、その無観客でという。環境は、うん、いやもう滑った気持ちですね。滑ったみたいな気持ちでおりましたね、学校のね。じゃあそれ笑い声来ないもんね、うん、じゃあ笑い声は聞こえてこなかったですか、ね、聞こえない聞こえないだって。それはまあ聞こえないですよね、客いないからね何にも聞こえなかったそれはそうだろう、電車の音とか聞こえたらそこよくねえわ場所が。スタッフの方とかがやっぱ気を使ってね、うん、そう、なんか枕とかで喋ってることとかにそのうなずいてくれたりとかするのがすげえ目に入ってくるから、うん、気使わせたくねえなみたいな気持ちの方が先立っちゃって。それはメガネを外せばいいんじゃないメガネ外しました、うん、でも動きは分かるんですよ、目の前で撮ってるし。やっぱ聞こえないですね、笑い声も。でも聞こえない。あの枕でもうなずかれたら結構嫌でしょ。いやいや、だからそれはあのやっぱあのお客としてここにいるっていうことを意識的に今スタッフの方やってくれてるっていうのがすごく伝わる。まあ、やってくれてるっていうか、それは彼らの多分仕事だから、うんうん、申し訳ないと思う方が間違ってるかもしれないけど。違う違う、でもそれはまあ仕事、お客さんとして見るじゃん、僕らは。いや、だからそこが何、スタッフは番組を盛り上げるために多分拍手したりとか、うん、そうそう、だから、うん、でも指針するじゃん、ゃそれは。それが指針になってるわけだ。でもそれをだから、ああ、大丈夫。いや、でもそれを多分指針にしちゃいけないんだと、うん、だから、まあ、一之輔さんが言ったみたいに、うん、やっぱりその向こうが、だから本当、白鳥さんそう言ってたから、うん、いや、見えますよと、うん、カメラの向こうが、うん、でそういう、少なくともそれがあの思い込みであったとしても、思い込みであったとしてもそういうふうにやらなきゃいけない。だからラジオ、まあ、この間もね言いましたけど、うん、ラジオやるのと一緒でやっぱり誰も聞いてないと思ったら、うん、あんなにノリノリで喋れないと思う、ね、そうで、誰も聞いてない状態ですからね。そうそうそう、うん、だけど向こうにいると信じてやるしかない。でも普段お客さんを前にやっている大衆芸能である落語っていうのは、だからそれとある意味対極にあるから、うん、そこに行った時に違和感があるのは当然だと思うんですよ、うん、もうその当然の中で多分ね、一之輔さんはだからラジオとかも長いから、うん、そうですね、そこだと思うんですよ、うん、ラジオもほら2つ番組持ってるじゃん、はい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 、もうそうするとあの割とその感覚でできるのかなっていう気もするのと、あとはあの人やっぱ特別ですよ、あの何があってもプレッシャーとか感じそうもないじゃない。いや結構胃には泣いてんだよね、あれ意外と。もう嫌になったとか言ってたけど、ね、ブスッとしてるからなんかね強いんじゃないかなと思って、意外とちょくちょくお腹壊してる可能性もありますよ。元気そうじゃん。聞いてみよう今度、一之輔お前ちょっと弱いだろみたいな。一之輔さんと会話をしてただけの配信面白かったね。ああ面白かった、ね、こんなので成り立つところがすごいなと思ったこの人たち、うん、だってただだらだら喋ってるだけだもん。そうすごいな。ゴールデンウィークにフェスをね、うん、お知らせしようかなって、はいはいはい、もういろんな人たちが独演会やったりとか、うん、トークやったりとかで、他の2つ目とかが一生懸命楽をやってるのに、
この一之輔こしらのトーク の、 その再生回数の方がもう群を抜いて多いというです、ね、そうそうそれ知名度だからね。だってあれが一番面白いんだもん本当に。いやそう思うでしょう、まあ、一之輔の方はちょっと約束があったからアーカイブはもうちょっとだけ出してやめちゃおうって言って、うん、もう出してないんですよ、はい、今一番 再生回数多いのはタマさんと僕の対談なんですね。あそれはねだからあれ、うん、それはねそうだと思うんですよ。でまあ、いろんな意味で興味深いというか、それをあの面白いというののだから意味が違う。はい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 、ファニーなのとインタレスティングなのですね。だからタマさんとコシラさんの対談というのは非常にあの刺激的だとかね、うん、あの興味深いとかそういう取り方をする人は多かったですよね。ネットの反応でもね。で僕はまあ、 あのそういうものを求めるよりもダラダラと、うん、あの2人の面白い人がくだらない会話をしてる方が好きなのでいや日村さん僕ねそこはねすごくねあの今回のネットに関して大きい部分だなって思ってて、みんなマルコちゃんもそうだし落語会やるじゃないですか、はい、で僕はあの前半にギュッとまとめてやっただけであとは落語会ってやってないですよ実は、うん、オンライン上で、はいはい、であのすごいね集中を教えるんですよ落語って、うん、見る人に対して、ねはい、だからそのネットで何かを見るっていう時に集中しなくちゃ見れないものって僕向いてないんじゃないかなと思ってて、うん、だからねYouTube だから、うん、一之輔さんのやつはコメントがつくじゃない。あれみんな集中しないでコメントしながら見てるじゃない、うんうん、だからそれが向いてんだと思う。はい、で一之輔さんの落語ってそれに向いてるんだと思う。 あ、 あれはツッコミ入れながらとかでできる。 あれやっぱり圓生師匠の落語をねあの見ながらだとコメント入れられないいやそうなんですよね。だからそこにいかに集中させずにコンテンツを作っていくかっていうのが、うん、僕はこれ大事なんじゃないかなと思って。実際僕もだから見る側として、うん、あのデスクに自分自宅のデスクの前でね、はい、パソコンの画面をずっと見るわけですよね、うん、やっぱねそれは2時間集中するのは結構大変よ。大変ですよね。だから自宅だとね、うん、それいやおうなしに劇場に行ったり寄席の座席に座れば、うん、こっから動けないというのもあってあれだけどやっぱりね自宅はね集中するのは難しい。だから昔からその落語はテレビで見るもんじゃないっていう人の気持ちは、うん、そういう意味では分かる。あで集中してもらえないという、ね、あの落語研究会みたいな深夜にやってる番組を集中して見るようなマニアは、うん、そこで深夜だし、うんうん、集中して見るもしくは ね僕がするとかそれはできるけど、なんか7時半から9時までとか、ねはいはい、そういう時間帯ね、そういうまだまだ世の中が動いてる時間帯にね落語会がその時間帯だからってその時間帯にやると本当にあのご飯の前なのか後なのかみたいな自宅で本当にね、なりますよね。そうだってあの外でやってるんだったら落語会行ってから帰るからその後晩ご飯とかね、うん、食べてから行くとかあるんでしょうけど、うん、自宅で7時半とかね、そうですよね結構ねそうだそうだ。じゃあ途中でご飯食べてまた戻ってきてみたいなねだからどうせ酒飲みながら見てるんだろうみたいな言い方をする人もいるし、うん、でそういう風な見方をするんだったらそれはそれでいいんだろうけど、うん、それがだから落語に向いてるかって言ったらやっぱり小白さんが言ったように、うん、集中しないと分からなくて面白くないところがあると、うん、まあ何でもそうですよね、ミステリー系のドラマとか、うん、ちゃんと集中して見てないと、うん、ね、何これってちゃんと聞いてないから分かんないんだみたいなこいついたっけみたいな何これ何これって言われてるけどこいついたみたいな何これってこんな伏線あったんだみたいなことになっちゃうじゃない、うん、はい、それと同じというか、うん、ことはあるかなと思いますね。そうだ、だから僕はもう今はもういかに集中せずにこう鑑賞することができるかなっていうのを今ずっと研究してます、まあ、その一環が大喜利だから、ね、うん、そう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 、ね、まあそれちょっと参加させていただいてるんですけど、ね、うん、だからあの回答者に何だろうな気の利いた答えは求めてないというそのための人選なんです。そうですやたら誘われるからなんだろうなと思って、うん、そういうことだったんです。そうなんだやっぱバカが欲しかったですうるせえな言ったらもっとバカいたよそうなんだバカばっかり集めてやってるからじゃあちょっとその辺のことは次回結構喋ってるんで、はい、そうですね、はい。
じゃあ次回、落語会として一応決まってる、はい、新日本の話芸は10月の20日、うん、新札幌で、行いますので、お近くの方また東京からねもうその頃には移動制限も解除されてますので、うん、ぜひお越しいただければなと思います、ね、いますよろしくお願いします。正式発表みたいな言い方だったけど、まだわかんないですけど第2波が来たらまた締めちゃう何の権限があるね、本当だよまだわかんないですけど、とにかくその予定でございますので、うん、よろしくお願いいたします。新日本の話芸ポッドキャスト